私はもう小学校6年生なので、もうちょっとで小学校を卒業します。で、卒業式で、私はピアノの伴奏、ピアノの伴奏じゃない、歌の伴奏を弾くことになりました。今日は、その卒業式で歌う最後のジャイムという曲を弾き語りで歌います。妹が弾き語りするのは、なんと今回が初めてになります。なので皆さん、温かい目で見守ってあげてください。それでは聴いてください。卒業の時、今卒
業の時、胸に込み上げるものがあるけれど、まっすぐ顔を上げて、明日